ビエロバルビエロバルビエロバルは中央クロアチアビエロバルビロゴラ軍の都市で軍都である。ビエロバルはビロゴラ高原の南側に位置し標高135メートルである。ビエロバルビロゴラ軍の軍都で経済、文化の中心都市でもある。幹線道路の交差地点でザグレブやスラボニア西部を結ぶ道路とポドラビア地方やオシエク方面を結ぶ道路が接続する。 ビエロバルの面積は191.9キロ平方メートルを占め、北東部は平均標高150から200メートルのビロゴラ、呼ばれる長い高原が広がっている。気候は大陸性気候で、冬季は北の季節風が吹き春にかけては、東風が強くなる。この期間とても寒くなる場合もある。夏季は、ハエが吹き、気温や湿度が上がる。 年平均降水量は900ミリメートルで年、平均気温は摂氏12度である。新石器時代より人が住んでいたとされ、様々な文化が生まれていた。最初に文書に記録されたのは1413年のことで、1756年にマリアテレジアの要求によって要塞が築かれた。クロアチア中央部をオスマン帝国の侵入から防ぐ役割を果たしていた。 1874年に番であるイヴァン・マジュラニッチによって自由都市として宣言された。1991年9月29日のクロアチア紛争時に街を守って亡くなった人々を記念した戦争記念箇所などがある。2001年現在人口は42,753人で90%以上をクロアチア人が占める。ありがとうございます。